一部メディアで今回ジャニーズの事業承継の税制が適用されてたというような報道がございました。これについて解説をしていきたいと思っております。最近事業承継という言葉よく聞くと思いますけれども、後継ぎがいなくてせっかくいい会社、そしてお金も回っていて社員もたくさんいるのに、後継ぎがいなくて会社を消滅させざるを得ない、あるいは後継ぎをですね、後継ぎたいんだけれども相続税がめちゃくちゃかかっちゃって会社を実質的に相続できない、そういった事例が結構相次いでると。事業承継がなされないケースがあるんですけれども、そういった会社のために相続税を猶予するという、そういった特例が出てきておりますが、今回ジャニーズ事務所は一説にはファンクラブの会費だけでも500億とか年間売り上げてんじゃねえかとか1000億とかっていろいろなんか数字入り乱れておりますけれども、やっぱ数百億の売り上げはあるみたいですよね。原価がどれぐらいかかってるか知りませんけれども、年間おそらく数十億は少なくとも純利益で残って、これで多分不動産とかをたくさん所有してるというふうに言われております。渋谷区とか港区とか東京の都心にジャニーズ事務所はたくさん不動産を抱えてるというふうに言われております。そういったところに投資をしているんじゃないかなというふうに言われておりますけれども、これをですね、当然会社として事業承継の特別税制を適用して、今その相続税の納税を繰り延べてるというか猶予されてる、本当は納めなければいけないんだけれども条件に合致すると最低でも5年間代表取締役、事業承継した株主のね、事業承継者ジュリーさんですねが勤めなければいけないとか、そういうルールがあるんですね。そのルールを守ろうとするとジャニーズ事務所は存続しなければいけないし、代表取締役のままジュリーさん残らなければいけないということで、今いろいろ批判されてますけれども、これ相続税ずっとキャッシュで何百億と置いてあるわけがなく、これは当然不動産とかで運用してるわけで、じゃあいきなり何百億の不動産が売れるかっていうとそんな簡単に売れるもんではないわけです。だから不動産っていうわけですけれども、だからこそ今回ジュリーさんの件っていうのは、こういった世の中に批判されながらも株主を続けるみたいな話になってるんだ。これは多分その通りなんだと思うんですよね。別にね、その違法なことをやってるわけじゃないんで、しょうがないっちゃしょうがないわけですけれども、さっさと不動産とか処分して、綺麗さっぱり生産会社にしちゃった方が僕はいいんじゃないかなと思いますけれども、本人たちはそこまで深刻な問題っていうふうに思ってないんじゃないかなと、そういうふうに懸念しております。まだまだジャニーズの問題は終わらないと思います。ということで、よろしく。